よいしょー、アイデンティティの三浦と言います。そしてこんにちは、野沢雅子です。いや、リアルな野沢さん、まあ、偽物なんですけど、はい、ちょっと前回の動画をね、見ていただいた方は分かると思うんですが、ちょっと野沢さん、喉をがっつり潰しちゃいまして、最近。そうなんですよ。いや、でもその前回の動画よりかは、ちょっと、あ、声割と出るようになってきてるなっていう、そうなんですよ。ふうに感じてるんですけど。で、今、普通にね、はい、あ、でも、ちょ、まあ、かすれてはいますけど。高い声を出すと、やっぱちょっとかすれるんですけど、はい、普通に喋る分には、うん、かなり出せるようにはなって。もう、やばかったっすもんね、マジで。前回の動画ね、ちょっと見てもらえば分かると思うんですけども、本当にずっとバイキンマン。バイキンマン。いや、いいんですけどね。バイキンマン状態でしたからね。いや、状態でしたからね。いや、もうごっちゃになっちゃってるし。はい、いいんですよ、別に、その鉛の。そうなんですよ。で、で、お医者さんに見てもらったわけでしょ、改めて。そうなんです。その後に、うん、もう東京で、本当に喉の専門で、声で、専門でやってる、ね、お医者さんが来て、はい、ちょっと見てもらいまして。うん。で、どうだったんですか。で、実は僕5年前にも同じように声潰してね、うん、ガッツリね、そこを同じとこ行ってるんですよ、はい、その時に、見てもらうとこうカメラを、ね、入れて声帯を見てもらったんですけども、ちょっとちっちゃいポリープはその時できてたんですよ、うん、でその時は薬でなんとかなったんですね、うん、はいはい、で結構ポリープってでかいと切除 したりとか、うん、その手術したりとか歌手の方とか結構やってらっしゃるんですけどね、なんか聞いたことありますけど、はい、で聞くじゃないですか、はい、でまあ、そこから5年間は問題なく、うん、ね、なんなら絶好調で、はい、まあね、前よりも声出るようになってたりなんかして、うん、やってきたわけなんですよ。で今回また突然なりましたもんね。突然なって、で、まあ、同じところ行ってですね、はい、またこうカメラ入れて見てもらった結果ですよ、この5年間、うん、声を酷使した、はい、結果、あなたは声帯丸ごとポリープになってます。どういうこと？声帯丸ごとポリープ。丸ごとというか声帯全部ポリープだと言われました。もうポリープってことですか、あなたの声帯は。よくわかんないじゃないですか。よくわかんない。声帯にいっぱいポリープができてるのかなって。ああ、なんかね、イメージ。っていうことなのかなと思ったんですけど、うん、まあなんか見た感じ、いやそんなこともないんですよ。ほう、なんか一個のブクッとこう なんていうのセルの第二形態の口みたいなのみたいな感じのなってるわけですよ、うん、まあ、でもそれは単純に炎症で腫れてるのもあって、おその風邪とかきっかけでね、あ、ちょっと声かすれてたんで、はいはい、それもあったんで、まずは炎症を取りましょうってことで薬をもらったんですよ、うん、でちょっと強い薬を一時的にちょっと出しますんで、なるほど、でまた何日に来てくださいっつって言って、うん、1週間、5日後ぐらいですかね、うん、また行ったんですね、はい、で、まあ、前回そのポリ全部ポリープ。全部ポリープ。これはちょっと、俺の聞き間違いかなとか。ああ、その時ね。なんか、はい、何かの間違いかなと思って。いや、そうなんだ。まあ、もう一回見てもらいましたら、はい。やっぱりまだ、ああ、ちょっとまだまだ腫れてますねと。うん、その炎症が取れてないですね、はいはいはい、って言って。あと、そのポリープっていうのは今どういう状態なんですか、うん、全部ポリープ。変わってなかった。あ、全部ポリープは本当だったんですね。即答で。うん。即答で言われました。よくわからないのよ。そんな人間いるのだって。食い気味に言われました。あ、全部ポリープって。うん、いや、そんな人いる。いや、だから、その、一部がね、一部にポリープができてて、とかいうのはよく聞くでしょって言われて、はい、あ、はい、なんとなく聞いたことあります。ポリープができてて、うん、なんか、手術で取ったとか。うん、で、あなたの場合も、声帯全部ポリープだから。うん、手術とか、だから手術をするってなったら、うん、もう声帯ごと取らなきゃいけないから、うん、そしたら声出なくなっちゃいますから、そんなことはしないですよ、ああ、手術はもう無理ですと。だからそうもうだからポリープだから、うん、声帯が何回聞いてもよく分からんけど、とにかくもうあなたの喉はポリープ、宇宙がザマスみたいなこと、いや、ドラゴンボールスーパーで言うな、もう本当に全体がもうザマスになってしまった、宇宙ごとザマスになったじゃん、世界ごと、ええ、あれの状態、顔がブワーって出てね、はい、だから僕は声帯を動かして声出してんじゃないんですよ、はい、ポリープを動かして声出してる、そんな人間いるの、もう初じゃないですか、みんな、あ、初だと思う、もしかしたらゴーニーさんもそんなことないゴーニーさん絶対ならないと思いますし、はい、私の喉には声帯じゃない、うん、ポリープが入ってます、もうポリープとじゃこれから共存していかなきゃいけないってことですか、ポリープを駆使する、おう、もう ポリープをポリープ立ちます解明するまた話変わってきますけども、ポリジマさん、ポリジマさん、ポリジマさん、アイデンティティのポリジマさんでいるの、ポリジマさんが、もうわけわかんないし
説明いろいろ必要だし、何ですか、堀島さんって言われるし、はい、しょうがないんです、だから。いや、ちょっと、衝撃的な診断結果でしたけれども、それに、ね。でも、それも2回言われたんで。おぉ、間違いないんだと。間違いないんだと。いや、でもまあ、本当に、ね、前回と比べてかなり良くはなってはきていますけど。ですから、今後、はい、ね、そのお医者さんにも、うん、声出てたんですよねって言われて、あ、出てましたと。そうだね。盲腸で全然問題なく出てましたと、うん。じゃあ、とりあえず、まあ、炎症をまず、引くように、はい、努力して、まあ、薬でね、はい、なんとかして、まあ、あとはだからそのポリープがね、うん、でどこまでこれがまたちょっと今回ので多分ポリープがそのでかくなっちゃったのか知らないですけど、はい、いやだから今もちょっとあんま使わないように気をつけてください。出づらいんですよ明らかに、はい、なんとなくね声が太いっていうか重いんですよ、自分で喋ってて分かるんですよ、うんうんうん、高い声がね出づらいの。そうね、やっぱこれは多分、ね、もう炎症が今引いてきてるんです、もうかなり、はい、もうかすれてないんですよ全く、うんうん、ですけどこれはもしかしたらもうしばらくまた残るかもしれないですね。まあちょっとね今後どこまで戻るかわからないです。5年前もね結構残ったんですよ、はい、1年ぐらいは。そうですね、時間をかけて、そこから時間をかけてまたさらに前より上に行けるようになったんで、なんかね1個ね1個なんかそう、だから本当にスーパーサイズみたいな感じで、ね、もしかしたらこれまた乗り越えたら もっとレベルアップするかも。本当にね、サイヤ人はね、一回死にかけて、そう、でもその時確かに言ってましたもんね。そう、はい、そういう状態になるかもしれないし、はい、パワーアップしてみたいな。でさ、もう普段からもやっぱりね、無理に出してる声なんですよ。まあね、基本やっぱ男性ですしね、そう、あの声をちょっと無理して、あの野沢さんの、野沢雅子さんの悟空の再現を、はい、男性での声で、うん、出そうと思ったらそれはね、それは器が耐えられないんですよ。まあまあまあ確かにね、器自体が、器自体が違いますから、はい、違いますから、物が違いますから、まず、ね、物が違いますから、はい、その結果、うん、声帯がポリープになってしまいました。いや聞いたことないんだけど衝撃ですけどもね、はい、声帯全体がもうポリープという診断ではちょっとよくわからない。でもなんかちょっとなんかかっこよくないですか、はい、僕なんかちょっと、いやなんかちょっとかっこいいなと思ってるんですよ。えだってみんなポリープなんてないじゃない、まあ、その基本的にはね声帯がくっついてるわけじゃないですか。僕は違うんですよ、はい、ポリープが続いてる、いやなりたくないのそういう人には、憧れにはないから。スクナが、ああ、スクナを飲み込んだみたいなことですよね。スクナが入ってるんですよ。いやそこは呪術回戦で行くのね、例えば、はいはい、もうザマス出ましたからいいんですよ、はい、それはだからもうそういうことです。いやまあだから一応その今も治療しつつちょっとセーブしつつ、はい、順調に回復していくことを願って、はい、やってきてますけども、今後ちょっとどうなっていくかわからない状態ってことですか。そうですね、でもかなりもう元に戻ってできてるんで、まあちょっとね、うん、そのクオリティの部分では、はい、まあしばらくはちょっと前ほどのクオリティは出せないかもしれない。だから今ね、こっから初めてアイデンティティを知って見始めた人たちはね、はい、何こいつこんなクオリティ低いのにやってんだとかいう人がね、はい、いるかもしれないじゃないですか。いやまあもちろんそれはね、元のその事情も知らずに、うん、でそういう人もね、はい、うっせ、いや口の悪さは変わってないですね。はい、もう口の悪さは変わってなかったみたいです、ね、はい、あと皆さんからね言ってあげてください。何？そういう知らない方がいたらね、もともとちゃんとね出てたんですよと、うんうん、今ちょっとねそういう状態で、まあ、今ちょっとねクオリティ落ちちゃいましたけども、はい、この後見てろと。おお、まあ分からないですけどね、パワーアップすることを願って。どうしました君？なんか急に電池止まっ、あ、はい、電池止まっちゃう、はい、充電切れしてます。あ、だから今もね結構バーッと喋りましたけど、あんまりその喉使わないように、はい、僕らがね喋らせてしまったのも申し訳ないんですけど、喋らせないでください。あなたにしかわからない、喋らせないでください。あなたにしかわからないことですから、はい、僕から説明はできませんでしたから、はい、これに関してはね、はい、でも今現状はちょっと戻りつつありますんで、はい、はい、心配ねかけてまして、はい、ごめん、申し訳ございません、申し訳ございませんでした。年始からもね、はい、ちょっと営業とかで、はい、いろいろ行く、島根の、あ、そうですね、出雲の方行って、そうなんですよ、そしてその後岡山の方行かせていただく、営業がね、2、3と行かせていただくんで、近くの方はね、うん、はい、どんぐらい治ってるか見に来てください、ね、その経過を、はい、この動画が出てからも間違っても、これ以外で出てくることはないです、はい、はい、もう無理してでもね、うん、これ出てます、ね、毎週ね、その営業に関しては、ね、素手出てったらそんなもん、何抱えてたおめえ、そんな人は、こんな鬼みたいな人いないと思うよ、もういろんなもん投げてこられる、はい、1万円札、1000円札、なかなか、もう金かよ、おひねりだったの？
応援してくれてるのかそうじゃないのかよく分かんない。絶対見てくれ。急に終わる。とにかく今回復に向かってますんでね、はい、心配しないようにこれからもお願いします。